はい、どうも、ルーでございます。3日ぶりの更新になるかな？まあ、結構悩んだんですけど、やっぱり、ちょっと、苦しいかなっていうところで、アリーナパーティーを、まあ、ギデオン外して、レイズ、イーブ外して、プラトン。だからまあ、結構、普通のパーティーになっちゃったかなっていうところなんですけど、まあ、アルヤンローズ、ロードを使っていくっていうところに変わりはないので、まあ、これで、いきたいなと思っております。アルヤンロードにしてから、このパーティーにしてから勝率は少し上がったんで、前のパーティーの時はもう勝率ボロボロでした。 30% ぐらいでした。大佐よろしくお願いします。袋の中身だ。シュート。手を貸してあげよう。ぜひぜひ。次元を乗り越え、あなたに永遠なる安息を。ぜひしろ。オッケー。よっしゃ。なんてか、これキャマさんのパーティーだ。完璧な角度だ。シュート。それが望みなら新世界へ連れて行ってやる。はぁ、あ、なんか相手のランドを状態異常ズブズブですね。最高の瞬間を楽しみだ。リングにつけてんのかもね。シュート。あなたを助けられるなら、すべてをかけてでも。止まれ、貴様に許された道は。止まれなかった。スクラトン。君も欲しい。あれか、ギデオン復活系か。生と死、すべてを決めるのはこの私。ジップもかな。白紙に描こう、この計画の一角を。これかなりうざいね。ちゃんと見えてるか。目離すなよ。かなり富だったな。救われなかった。これは勝てないかも。破滅を呼び起こす。この世の息を切り刻む。耐えられ。俺は勝てねえだろう。あなたへの天の罰を。全力で貴様の相手をしよう。言われなかった。シュート。回復使うわ。助けられるなら。回復しないのに。全てをかけてでも。よっしゃ、ここだ。完璧な角度だ。一発目からすげえ強い人と当たっちゃったな。あなたに永遠なる安息を。ここまでね。無駄。料理してあげるわ。見た目はひどいかもしれないけどね。間違っていた。ここまでね。私は良き夢を拒み、深淵の奈落で永遠に眠りなさい。私は強。とにかく相手のバエルがバエルとチップが強。世界が救われるかは大切な人たちは祈りを捧げます。袋のネズミだ。下がれ。袋のネズミだ。信頼と誓いの果てには破壊が。アルフとイブのあれで、まあちょっと有利かな。バイルは強いから、毒がなかった。すげえな、スキルでチップを超えてくるっていうのはなかなかない。料理してあげるわ。見た目はひどいかもしれないけどね。ひざまってください。
けられるなら全てをかけてでも。19000の防御力でもダメなんだね。さあ65ページの光の魔法だ。一応爆炎セットで 30% 上げてんだけどね。白紙に描こうこの計画の一角を。あなたは必要ない。必要ない。袋のネズミだ。ホープネル行くぞ。勝負はすでに決まっている。よっしゃここだ。たまにランドでも超えてくる時あるからね。完璧な角度だ。下がれ。あなたに私の時間をあげる。さあ私と。これがチップに通らないでほしい。オッケーオッケー。なかった。あなたは必要ない。必要ない。ちょっと待って、プラトンが機能しないな。復活阻止免疫だけど役に立ってないよね。復活阻止免疫が。私間違っていたの。全てを決めるのはこの私。ずっと無だったな。間違っていたの。無だ。一瞬なんだけど。山となる。この言葉。足りなかったようだ。奇妙なのにこんなに辛いの。深淵の奈落で永遠に眠りなさい。思いつかないな。プラトンを誰に変えるか。敵を恐れるな。我々に貫けないものなどあるはずない。さあ行くぞ。下がれ。次元を乗り越え、あなたに。これいいよね。制圧と気絶。天の光よ。ホープネル行くぞ。勝負はすでに決まっている。バエルとか入れてみる。あなたへの天の罰も。ちゃんと見えてるか。目離すなよ。私は間違っていたの。儚い富だったな。割とオーソドックスなパーティーにしたはずなのに全敗してんだけど。世界が救われるかは私たち次第です。対戦よろしくします。もう負け越し確定だからな。あ、ちょ、まだか。袋のネズミだ。袋のネズミだ。君も欲しいのかい。無限な富を。よっしゃここだ。完璧な角度だ。シュート。あなたを助けられるなら。どうなんだろう。ここら辺の人たちはバラハラ装備揃ってんのかな。はい、あのここら辺のさ、ランク帯だとさ、耐久馬使ってる人いないよね。出会ったことがない。自由と抵抗の始まりには手伝ってあげましょう。我が刀よ、お前の運命。もうアルヤンロード縛りっていうのがね、多分しんどいんだろうね。あれなんだ、スキル免疫だと神話スキルも防げるんだ。知らなかった。呼び起こす。無駄。これは嵐だ。これは嵐だ。この俺に立ち向かうつもりか。儚い富だったな。耐えられる。あなたへの天の罰も。私の意志はあなたの意志。私の意志は誰にもどのような存在にも邪魔はさせない。救われなかった。あなたを参ったな。助けられるなら全てをかけてでも。そろそろ回復不可免疫を欲しいな。完璧な角度だ。まずは自分だけでいいから。
救いの道を伝道しましょう。手伝ってあげましょう。時が経って残るものなんてね。アイスソフトきついよ。楽しみだ。シュート。よっしゃ、ここだ。完璧な角度だ。食われなかった。シュート。飛び上がれ。はあ。貴様らに居場所はない。レイズのランドマジ悩むな。下がれ。ちゃんと見えてるか。目離すなよ。ホープにる。行くぞ。勝負はすでに決まっている。信頼と誓いの果てには破壊が。おし、ネガティブ爆解除。これで回復できるね。耐えられる。あなたへの天の罰も。あらららら。無駄間違っていたの。無駄。あなたを助けられるなら、すべてをかけてでも。踊りましょう。すべてはいつまでも続く。破壊のための悲願の屈辱となり。私は間違っていたのか。破滅の道を断ち切り、救いの道を伝道しましょう。手伝ってあげましょう。勝つ方法は時間切れしかねえな。我々に貫けないものなどあるはずだ。破滅は新たな悪を呼ぶだけ。決して救いを与えてはない。あなたに私の時間をあげる。無理か。さあ私と一緒に行きましょう。破滅はさらなる破滅を呼び起こす。ほとんどゼロだからね。手伝ってあげましょう。もっと早く。手伝ってあげましょう。攻撃回数が足りないんだよね。勝負はすでに決まっている。あー、負けた。哀れな魂のために。大事な勝利を捧げます。三連敗。もう負け越し確定。袋のネズミだ。袋のネズミだ。よっしゃ、ここだ。完璧な角度だ。永遠の圧力を。シュート。我が刀。ギレオの扱いが難しいんだよな。お前の運命は。君も欲しいのかい？無限な富を。ちゃんと見えてるか。目離すなよ。袋のネズミだ。あなたを助けられるなら、すべてをかけてでも。さあ、おいしく料理してあげるわ。見た目はひどいかもしれないけどね。ひざまずきなさい。バフゲンが白紙に描こう。この計画の一角を。我が刀は無敵だ。テオもまだ7回免疫残ってて。勝負はすでに決まっている。で、6ターンだよね。これ3ターンで。安息を。あ、消えた。生と死、すべてを決めるのはこの私。袋のネズミだ。時が経って残るものなんてね。最高の瞬間を楽しみだ。俺勝てるかな。よっしゃ、ここだ。あららら、マイク的に完璧な角度だ。我が刀。よかった、ランドでなくて。救われなかった。
パーツ喪失使って。ちゃんと見えてるか？目離すなよ！シュート！これは嵐だ。この俺に立ち向かうつもりか？シュート！あなたを助けられるなら、すべてをかけてでも。行け、黒き翼よ。もう耐えられる。あなたへの天の罰を。出撃だったら当たるからな。手伝ってあげましょう。でもなんかあれだな、復活装置入ってないな。一回倒れたからか。新たな悪を呼ぶだけ。決して救いを与えてはこんまでか。手伝ってあげましょう。平成使えるのがアルヤンロードだとか。この世界を破壊してでも。どけ。我が刀。お前の運命さすがに勝っただろう。信頼と誓いの果てには破壊が。自由と抵抗の始まりには死が。シュート。ちゃんと見えてるか？目離すなよ。これで復活装置入れて、あーシュート。次元を乗り越え、制圧か。永遠なる安息を。無駄。行け、黒き翼よ。シュート。で出撃撃つでしょ。あなたを助けられるなら、全てをかけてでも。どけ。どけ。我が刀。お前の運命。けど自滅して終わるかな。弱いな。ここだ。耐えられる。このパターンがでかいな。天の罰を。なんとか勝った。確かにありがとうございます。やっぱりクレミスが石化打ってアリアノードが気絶制圧打つのが勝ち筋ですな。お前たちの救いへと導いてやる。確かにありがとうございます。アリアノード、アリアノードを袋のネズミだ。シュート。袋のネズミだ。破滅の道を断ち切り、防御リーダーにするっていうのもある、ありかもしれない。あなたは必要ないわ。必要ないわ。手伝ってあげましょう。ホープに行くぞ。勝負はすでに決まっている。あなたを助けられるなら、すべてをかけてでも。破滅の道を断ち切り。なかなか出してくんないんだよな、ワホゲン。ちゃんと見えてるか？オッケー。目離すなよ。飛び上がれ。貴様らに居場所はない。ああ、テオがいないんだ。君も欲しいのかい？無限な富を。一応レイズに防御力2万超えてんだけどね。あなたに永遠なる安息を。あんま意味ないのかな。白紙に描こう、この計画の一角を。結局装備なんだよな。必要ない。今明日の宝石が8個しかない。黒のネズミだ。破滅は新たな悪を呼ぶだけ。決して救いを与えてはもっと早く。手
手伝ってあげましょう。耐えられる？あなたへの天の罰も。破滅はさらなる破滅を呼び起こす。必要ないわ無駄。勝負はすでに決まっている。いいタイミングでジョスト来るよね。あなたを助けられるなら全てをかけてでも。時が経って残るものなんてね。最高の瞬間を楽しみだ。手を貸してあげよう。覚醒ゲージゼロにされるからな。ちゃんと見えてるか。目離すなよ。食われなかった。もっと早くシュート。ブラトンが後ろ、あ、これあれか、陣形変えたからか。袋のネズミだ。君も欲しいのかい、無限な富を。耐えられる？あなたへの天の罰も。よっしゃ、ここだ。完璧な角度だ。開かない富だ。ちゃんと見えてるか。目離すなよ。シュート。時が経って残るものなんてね。いけ。最高の瞬間を楽しみだ。信頼と誓いのこのまま4敗とかで終わりたくはない。自由と抵抗の始まりには。強っ。手伝ってあげましょう。次元を乗り越え、あなたに永遠なる安息を。咲かない富だった。無駄じゃ。破滅の道を断ち切り、救いの道を伝道しましょう。また回復打っちゃうよねこれね。あなたを助けられるなら。まあ回収性ブロックもつくからいいんだけどね。全てをかけてでも。破滅は一人で回復しなくても回収性ブロックはつくからな。シュート。手伝ってあげましょう。よっしゃ、ここだ。完璧な角度だ。次元を乗り越え、あなたに永遠なる安息を。シュート。破滅はさらなる破滅を。いや呼び起こす。フェニックス上のスキル全く打たねえな。耐えられる？あ、俺のプラトン気にしてる。うわーマジか。あーちょっと修行し直しだな。まあ明日の鉱石に関してはまあショップで買えばまだいいのかなーっていうふうに思うんで、こっちは高いからギルド戦ポイントで。あと、明日の鉱石上級も、売り始めたか。メイド。装備製作。これでもね、早めに集めたいですよね。はい。というわけで、まだまだ伸びしろがあるパーティーです。まあ、今週までは、耐久パでやって、来週からはまた敏捷パでやろうかなと思っておりますので、ぜひご期待ください。というわけで、ルーでした。お疲れ様です。